ベリーーの糸も豪華なる、自動書、6月22、5X13、6センチメートルリンブルク兄弟、またはランブール兄弟は、フランドルのミニアチュール画家の兄弟。ヘルマン、ポル、ヨハンの3人、内名編の生まれとされる、15世紀初頭のフランスとブルゴーニュ公国で活動した。彼らは、中世後期の装飾写本、ベリー校の糸も豪華なる、 自動書を描いたことで知られる。兄弟の祖父は、ヨハンネスといい、おそらくランブールから、ヘルレ広告の首都内メーヘニへ移ったとされる。ヨハンネスの息子アルノルトは、広告の宮廷で、木彫り職人として働いていた。1385年頃、アルノルトは、公家を抱え画家の、申し分ない一族の出身の妻、メヒテルトをめとった。ヘルマンが長男で、続いて、ポル、 ヨハンが生まれた。さらにその下には弟ルトヘルト・アルノルト、妹グレタがいた。1398年頃、父・アルノルトが亡くなり、兄弟は当時のフランスとブルゴーニュ宮廷で最も重要な画家おじ、ジャン・マルエルによって送り出された。ヘルマンとヨハンはパリで金彩工工芸を学んだ。1399年終わりに、彼らは内名編へ戻ったが、 その頃戦争に巻き込まれていたブリュッセルで捕らえられてしまった。兄弟の母は身の代金を払えなかった。地元の金細工使ギルドが彼らの身の代金に充てるため金を集め始めたが、すぐにブルゴーニュ皇、フィリップ皇太皇がお抱え画家である彼らのおじやんに免じて身の代金を支払った。二人の少年たちは1400年5月に解放された。 現存する記録から1402年2月にポルとヨハンがフィリップ・ゴータン公と契約し4年間をかけ高級な聖書の装飾の仕事にかかった。これはフランス国立図書館所蔵のバイブル・モリライジーであるかもしれない。議論の余地もなくリンブルク兄弟の最初の作品であった。兄弟が作品を完成する前にゴータン公が死んだ。ヘルマン、ポル、ヨハンは のち1404年に死んだ豪丹校のアニベリー校、ジャンの下で働き出した。彼は芸術、特に本の贅沢な収集家であった。兄弟の最初の課題は自童書の装飾をすることであった。これが現在メトロポリタン美術館所蔵のベリー校の美しき自童書である。この仕事は1409年に完成し大いにベリー校を満足させた。ベリー校は 自動車のためのさらに野心的な計画を兄弟に命じた。これがベリー公の意図も豪華なる自動車で中世後期の装飾者本として絶頂期のものと広く言われているものである。多分世界一価値のある本であろう。これはフランスシャンティーにあるコンデ美術館に所蔵されている。ポルは特にベリー公と仲が良く、宮廷内で指摘随行インバレーでシャンブルの地位を 与えられていた。ベリー校はポルに宝石とブールジュの邸宅を与えた。ポルは若い女性ジレットラ・メルシエールに恋をしたが、彼女の両親は賛成しなかった。ベリー校はジレットを閉じ込め、王の命令があった時だけ自由にした。1411年、ポルとジレットは結婚した。しかし結婚生活で子供に恵まれなかった。1416年はじめ、 ベリー公とリンブルク兄弟が死んだ。死因は不明である。ベリー公の意図も豪華なる自童書は未完成のまま残された。自童書がアンジュ公ルネの所有となった時、確認できない芸術家が1440年代に有名なこの暦を完成させる仕事に関わった。1485年にはサボヤけのものとなっていた自童書を ジャン・コロンブが完成させた。リンブルク兄弟の作品は大部分が目につかなくなり19世紀まで忘れ去られていた。それにもかかわらず彼らはミニアチュール絵画の彼方に発展した次世代の画からの手本となった。兄弟は北ヨーロッパの伝統のもとで仕事をしたがイタリアからの影響が見られない。ありがとうございます。